今回はプランクの3倍お腹周りに効く効率的筋トレメニュー考案家のタートルです。結構女性がですね、プランクパイプって言ってこういうメニューを見たことありませんか？あれって実はほとんどの人がうまくできてないんです。なぜかというとプランクっていうのは腰をちゃんと丸めてお腹に力を入れる状態がプランクです。この状態が作れて体を振るとお腹周り全体に効かすことができるんですけど、これほとんどの方が無理なんです。お腹の力が抜けた状態でお尻フリフリしてるんですね。なので全然お腹周りに実は効いてないんです。そこを今回誰でも簡単に効く方法にアレンジしています。1セット5回これを3セットやったら OK。 ただ結構お腹や腰弱い硬いといった人はめちゃくちゃ筋肉作るんで、ちょっとウォーミングアップしてから3セットやってみましょう。まずは横向いて寝て肘をついた状態でウエストの下側をちょっと伸ばしていきます。スタート。まずはね、ちょっとここの下側、ここが硬いとね、どうしても体がね触れなくなるんで、この止まっとく状態でいいです。このままスマホ見ながらねちょっとやってみてください。体があんまりねこう前のめりにならん方がいいですね。ちょっと肘が前側の方がよく伸びますね。ちょっとキープしておいてください。じゃあちょっとです。よし、 OK。 はい、じゃあ反対も同じようにいきましょう。はい、スタート。これだけでも結構伸びるよね、ここってね、ウエストの横、やっぱ横をねちゃんと使っていかないとウエストのラインがねできなくって、やっぱりここはなんかねこうタヌキみたいな大きな丸いお腹になっちゃうんで、せめてね横だけ首入れてればね、別に前側はね少々できても目立たなくなりますから、しっかり今回のメニューでね引き締めましょう。よっしゃ、 OK。 今度は上向いて寝ましょう。膝を抱えていきます。はい、スタート。やっぱこの腰がね丸くならないとまずお腹に力が入りません。この反る方が強いとねお腹伸びちゃうんで、やっぱりこの丸くするちゃんとね、お腹に力を入れて丸くなることができないと力が入らないですから、腰のストレッチもすっごい大事ですね。よし、はい、 OK。 それではうつ伏せになってやっていきましょう。ちょっと解説しますのでゆっくり聞いてください。まずは肘をつきます。足はねちょっと広げておきましょう。この状態でお尻を高く上げて、このまま横にストン、また高く上げてストン、一回真ん中に戻ったら少し高く上げてお腹をグッと縮めてから横にストンと倒れます。これを左右1回5回いきます。息吐きながらストンですね。それではいきますよ。お尻上げて、はい、スタート。1、お尻高く、2、上げてから落とす、3、4、5、 OK。 どうどう、お尻をねグッと上げてお腹にグッと力が入って、それをドーンと落とすからめっちゃ効くよね。これあと2回やった方がいい。ちょっと頑張ってみよう。2回目いくよ。スタート。グッ。1、2、3、4、5。OK。おお、来るね、来るね。少ない回数で来るよね。これ意外に腹筋筋肉痛になるやつだからね、これね。よっしゃ、ラスト行こうか。行くよ。スタート。聞いた。
で最後そのまんまお腹をぐーっと伸ばして10秒キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 どうだった？このね、新型プランクパイプ、お腹も横も奥も体幹も全部鍛えられる。お腹周り気になるよって人にすごいおすすめなメニューなんで、やってみた感想をね、よかったらグッドボタンやコメントで教えて。ちょっと待って、現在期間限定で説明欄から LINE 公式を追加すると、悩み別動画20本、筋トレ習慣マスター講座、13カリキュラム、反り腰解消美脚講座、18カリキュラム、2ヶ月でマイナス8キロ痩せた方法、運動の原理原則の教科書、部位別1週間プログラム、このすべてをプレゼントしています。説明欄のリンクをチェック。